Oh, very, very hot. Very, very hot. ちょっとね、夜飯まで、お腹減らさないといけないんで、ここでちょっと筋トレしてからご飯食べようかなと思って。はい、ということでね、筋トレが終わって、お腹が空いてきたんで、夜のね、ちょっと激辛ディナーに出かけたいかなと思うんですけども、168っていう、お店なんですけれども、マーラー串焼きみたいな。これね、人気なんで、ちょっと中入ってみたいと思います。はい。ちょっとどういうシステムなのかわかんないけど、なるほど。あ、列並んでんだ。このシステムがよくわからないけど、ね、ホットフード。おベイホット。ちょっととりあえずこれぐらい。おベイベイホット。ベイベイホット。OK、Thank you。OK？ もう OK。はい。じゃあこれでベイベイホットって言ったから、多分串焼きも後でこうパンってくると思うんで。いまいちこのマーラースープの食べ方がよくわかんないんですけど、おそらくさっきの串焼きをこれを多分この中突っ込んで食べるのかな。でも串焼き焼いてるしちょっとよくわかんないんですけども、サムタムですね。これ辛い皿なんで、これも到着したんで、もう先串焼き来る前に食べちゃいたいかなと思います。じゃあ行きましょう。いただきます。じゃあね、まず、サムタムパパイヤサラダいこうかな。いただきます。このパパイヤサラダもそうですし、このマーラースープも、あと串焼きもなんか辛さレベルどうするみたいなこと言われたんですけど、全部ベリーベリーホットにしました。辛いね、酸味が効いて美味しいですよね。うん、入ってる具材はね、こうパパイヤ、トマト、赤唐辛子に、これ青唐辛子かな、ライム入ってるからすごいこうさっぱりしてる。トムタムは安定で辛いね。うん、この口のヒリヒリ感癖になりますわ。これは多分パプリカですね。これエリンギっぽいやつですね。これ早速食べたいと思うんですけど、これ多分これつけるのかな。これとりあえずちょっとそのまんま食べてみようか。これいただきます。これ、ね、どんなもんか。うん、うん、うまいうまい。山椒がめっちゃ効いてるわ。強烈。うん、うん、うん、ソーセージっぽいな。うえのきっぽいやつ。うん、うん、肉っぽいやつ。ちょっとつけて食べる。めんどくさいんで、まとめてもうこの中入れちゃおうかな。はい、いきます。
持つか、持つっぽい。シナモンかかってんのかな。すごいシナモンっぽい味がする。ピーマンの肉詰めみたいな、これ。ごちそうさまでした。割と辛かったですね。それでは辛さレベルの発表していきましょう。168のパパイヤサラダとマーラースープと月下串焼き、一応辛さレベルの発表していきましょう。辛さレベルじゃらららじゃん、パパイヤサラダ7、月下串焼きとスープは8。はい、8になりました。串焼きね、ものすごくね、変なマーラー系のスパイスが効いててね、割と辛くて、唐辛子と山椒系のしびれが効いてましてね、文句なしの激辛でございますと、口の中がヒリヒリでございます。ということで、ちょっとね、コメント来てるんで、読んでいきたいかなと思います。ペンネーム、浜野あさりさん。タイに行くために盗みを働いてたのと。もうどういう働き方改革？働き方改革だ。Very, very hot. Hello? Yeah. What can I eat? Extra hot.